大塚国際美術館では絵画の主人公になれる体験イベントアートコスプレフェスを2018年7月18日より好評開催中です。テーマはゴッホ、新作20着、全37着の衣装でゴッホの自画像、ひまわりなど、有名絵画になれるアートコスプレ体験が楽しめるイベントとなっております。いいですね。私は、サシアのひまわりに着目して私は、このドレスを作りました。私が一番こだわった部分はこのゴッホのしおれた花をイメージできるように作りました。着心地はどうでしたか？あ、その時代の人の服を着ているようでちょっと楽しかったです。